どうも、食の贅沢のはるかです。今回作っていこうと思うものはですね、マグロを豪快に使った串焼きを作っていきたいと思います。で、まあこれを作ろうと思ったきっかけとしては、マグロの解体ショー、まあ、それを見に行った時にやっぱり見たら欲しくなっちゃいますよね。で、まあそこで手に入れたマグロなんですけれども、いつもこうお刺身で買うようなこのペラーってやつとは違って、結構もうゴンって感じなんですね。だからこそこのゴン感を生かしたいなって思って、今回はちょっと豪快にこうブスッと刺して串焼きにしていきたいなと思います。ではマグロの串焼きを作ります。で、これ実は足立市場っていう2ヶ月に1回だけ一般の方も参加できる市場、まあ、それに行った時に、まあ、解体ショーをやってて、で、まあ、今回使っていくのがこれですね。ではちょっとネギを切っていきます。で、まあ、マグロオンリーもいいかなって思ったんですけど、まあそのネギのトロトロ感とマグロのハーモニー、なんかハーモニーしてない感じはするかな。まあいいや、ネギと一緒に焼くと美味しいかなと思ったんでネギ使います。では早速まずはネギを切っていきます。で、そうしたらもう早速この串に刺していこうと思います。ということで、まあこのマグロのぶつ切り、これこのままいくかいやー、えい、でけえなマグロのサイズじゃない、えい、で、ネギと、あ、大きさちょうどいいですね。でけえよ。マグロの解体ショーの動画、まあ、撮らせてもらったんですけど、その時にもうマグロをこう撮ってる間にそのスプラッシュマウンテン並みにもう行列ができちゃった。で、そのぶつ切りの部分がなんとか変えたみたいな。まあでもこれ串にできるんだったらもう役得ですよね。うるえ、いやこれもう絶対美味しいでしょ。そしたらここに塩を振ります。よし、では焼いていきたいと思います。ではマグロを焼いていきます。蓋をして少し蒸し焼き状態にします。で、僕のこれからのプランとしては、どうや、これを一回こう中まで火を通して、で、一回揚げて、で、焼き鳥のタレみたいなやつをここで作ってくぐらせるみたいな。そしたら美味しいんじゃないかなって思うので、ちょっと照り焼きみたいな感じでこの串焼きを作っていきたいなって思います。それで、もうある程度で一度揚げていきます。よいしょ、うまそう。そしたら一旦これを拭いて、醤油、みりん、砂糖、これを加えて、で、弱火にかけます。よ、で、そのマグロの解体ショー、初めて、僕初めて真ん前で見に行ったんですけど、もう
すげえテンション上がって、ただその市場はもう結構地元の方が中心に使ってるのかな。あのマグロの解体ショーに対するその地元の方があのもう見慣れてる感がすごいあった。まあ築地とかでもやってるんですけど、そこよりも個人的には見やすいですし、観光地向けじゃない市場感、その空気が味わえるので、ぜひその遠方からも行ってみると面白いんじゃないかなって思います。というより僕はそれをしました。ではマグロを加えます。そしてこれに追いだれをかけます。よし、ではできたのでこれを味見してみましょう。ではいただきます。あの想像以上に柔らかくてびっくりした。そしてマグロとネギ同時食い。あのマグロとネギ合うんだこれが。というわけで今回は大きいぶつ切りのマグロ、それを使った串焼きを作ってみたんですけれども、あの大きいマグロを手に入れたらぜひやってみてください。この動画をいいなって思ってくださった方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter、 あの結構そのわーみたいな購入をしているので、ぜひそのフォローをしていただけたら幸いです。ではご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。